管列車動画第100回、相鉄新横浜線の短期間列車です。この列車は、平日に神奈川県の長沢横浜国大を、6時25分に出発する、西谷行きのもので、車両は7000系重量です。2019年11月30日に、開業した、相鉄の JR 直通線で、JR 線には入らない相鉄の新線部分のみの、運用ということになります。この日は、希望が丘で踏切事故が発生し、全線で大幅にダイヤが乱れており、JR との直通が中止されていますが、この列車はもともとこの1区間のみを走るために設定されたものです。JR 直通線は、相鉄1万2000系が主に運用に入り、それ以外の車両が入ることは珍しいと言えます。開業して間もないこの真新しい駅、改札階は、横浜らしくレンガをデザインした壁になっていますが、開花のホームは、異様なまでの無機質な感じがします。やってきたのは7000系。先日、旧7000系が引退し、現存する相鉄の車両の中で、これが最も古い形式となりました。では、短区間データと全面展望です。相鉄新横浜線のうち東急直通線は未開業ですが、現在開業している区間の営業記録を表示しています。また、今回表示されている時刻等は、正規の時刻のものとなります。ご了承ください。通常、新宿方面行きの列車が、発着するホームから、下り線へ転線し、西谷へ向かいます。相鉄新横浜線は、かつて神奈川東部方面線として計画された路線で、このシリーズの第10回で触れております。この終点の西谷の変わりっぷりも含めて比較できると思います。長沢横浜国大を JR 線方面に進むと、横浜長沢駅を経て、東海道貨物線を通過、新鶴見機関区から JR 横須賀線の線路に転線するというもので、これまで、おはようライナー、ホームライナー小田原やその他臨時列車などでしか通過しなかった区間に初めて定期列車が走ることになりました。そこに横浜のかつて順大手私鉄だった相鉄の車両が走るのは違和感もあり、しかし相関でもあります。シールド工法により掘削されたトンネルを進みます。西谷駅は、かつて2面2線の駅で、優等列車は止まらなかった駅です。直通線との乗り換えの便宜のため、急行以外が全て停車する便利な駅になりました。朝ラッシュを見ている限り、収録日現在はまだ横浜への需要が圧倒的に多い状況でしたが、今後は JR 直通方面への需要も大きくなっていくかもしれません。到着は、下り1番線、直通線からの列車が、停車するホームです。この列車は、後車扱いをすると、鶴ヶ峰方面へ回送して行きます。
降りてみましょう。7000系の側面幕には、行き先が表示されません。これも、この台の車両が最後となります。では、乗ってきた電車をお見送り。シリーズもついに100回を迎えました。これまで多くのご支援、リクエストをいただき、本当にありがとうございました。そして、2019年の投稿もこれが最後となります。来年もどうぞご期待ください。では、また。